あなたはアークレイからかろうじて逃げ延びた。もともといるべき場所じゃなかったけど、今日生き残れる望みはないわよ。助けが来るとは思えないわ。自力で出るしかない。新しいセリフだな。だけど口が動いてないですね。ジルさんちゃんと喋って欲しかったな。えー、っと。じゃあ会費よ,よっと。よっとあ。本編じゃ言わない。セリフを。 ね、今、ジルさん言いましたね。ははいこんばんばです皆さん、バイオハザード・レディスタンスについにジルが登場しました。えっとね登場したのがです、ね、4月の17日の12時頃ですかね、お昼頃に追加されたみたいです。 それでバックストーリーもね、書かれてますね。ジルは我が目を疑った。数名の若者と閉じ込められており、未だ自分は悪夢の中にいるのではないかと。えー、っと、ラクンシティのスターズに所属するジルはアンブレラ社の悪事に気づき、独自に調査を始めていたが、えー、直後、上司から謹慎命令を下される。あ、はいはいはい。あれだね、バイオハザードの序盤。 ぐらいのあたりで拉致されてここに連れてこられたっていう設定みたいですね。なるほど。じゃあ、特殊能力ちょっと見ていこうか。えー、っと、スターズ装備。えー、スターズの強力な銃器が使える。あ、サムライエッジですって。いや、あの、ロケランかと思ったけど全然違いましたね。はい。えー、っと、ジルは、えー、スペシャルスキルでサムライエッジが使えるようになるみたいです。えー、命中精度が高く、ダメージおよびノックバック力が増加する。 他の銃よりかね、威力が高い、みたいですね。さすが剣道のね、カスタムモデルの銃です。いや、ロケランだったらどうなることかと思いましたね、ほんと。うん、間違って良かったです。で、他はうん。いや、ロケットランチャーあるやんロケットランチャーあるやんいやー、あるよみんな、ロケランいやだってこんな粒ってほら、やっぱ予想通りだった。 あるやんあごめんなさいね寝起きです寝起き、うん、寝て起きてすぐ撮ってますで基礎クール時間が300時間あまあ、ここはね、うん、妥当だと思うでほら4発装填って書いてあるからカル・ロスが持ってたあれだよまさに初期のロケラン、うん、バイオハザードオリジナルのね、うん、初期のロケランですよダメだ,だってロケランだって出しちゃう。本当。でえー、っと回避クリーチャーをかわすやつですね えーっと、クール時間短縮。これだと、5秒で1回ね、うん、回避が使えるようになるみたいですね。で、こっちは、少しの間、ダメージとクリティカル発生率が上昇する。はいはい、回避を使うと、うん、パラメータが上がるみたいです。で、次は、強、え、襲、ー、部隊、えー。強行突破。スターズ装備がフルチャージ状態のとき、クリーチャーによる噛みつき攻撃に対して反撃可能になるが、クールダウン時間が増加する。 ほうほう。これは何のクール時間タイムが増加するんですかね多分、あれだよね。噛みつきされたら攻撃を与えることができて、ひるませられるんでしょうね。きっと、この強行突破は。はい。なんかのね、クール時間が伸びるみたいです。で、次。えっ、ー、と、これだね。例のやつ。えー、スターズ装備がフルチャージされているとき、トラップと監視カメラに与えるダメージが大幅に上昇する。対、えー、監視戦術。 やっぱこれあれだね。あのスペシャルスキル、うん。フィーバースキルを使わない間、常時発動するスキルになってるみたいだね。これが怖いんだよ、本当に。うん。それで、最後が特殊部隊。えー、移動中でもエイム時のレティクルが拡大してない。これは前回のやつだね。で、こっちがマークスマン。レティクルが完全に、えー、収縮,縮小しているとダメージが増加する。はいはいはい。これが。 えっと、特殊部隊のスキルになるみたいです。はい、こんな感じで、えー、ジルの能力がね、使えるみたいです。いや、ダメだってロケランは何べんも言うけど、ほんとこれは怖い。<laughs> ね果たしてクール時間300秒っていうのが妥当なのかどうかっていうのがね、まだ実践に行ってないかわかんないんだけど、でも怖いよ。特に第3ステージでわちゃわちゃね、ゾンビ配備してたら、

な、だけど、口が動いてないですね、ジルさん。ちゃんと喋ってほしかったな。えっ、ー、と。こっちよあ、これはちゃんと口パクしてくれるね。えー、っと、じゃあ、回避。よっとよっとあ本編じゃ言わない、セリフを。<laughs> ね、今、ジルさん言いましたね。よっと <laughs> よ、<れ> なんかキャラが崩壊してる気がするんだけど。自分だけですかね。すごい陽気なジルさんと私は今出会ってる気がします。らわないわうんうんうん。こんな喋んなかったよね。後のセリフは全部陽気です。やっ <laughs> やまあいい、いいよいいよいいよ。で、レティクルがあー、ほんとだ。見てください。レティクルが、うん。縮小したまんま。 ですね、これはありがたいねほんとに準備、OK、あこれ移動してでもうん構えながら移動してでもレティクルは絞られますねへえこれはありがたいね、うん、移動しながら少し、うん、銃撃をやめてればレティクルが勝手に絞られるんで クリティカルの発生率がバンバン上がるからはい、それじゃあね、次はスペシャルスキルフィーバースキル使ってみましょうかサムライエッジどんな感じですかねはい、暗えくらえいや、やっぱ陽気だな陽気なジルさんだなえっ、ー、と、7発撃てるみたいサムライエッジはうん7発撃てるやばいやばい終わっちゃう終わっちゃう撃ってみようかいや、威力高、威力高1000くらったよ えマグナム並みの威力持ってますね。このサムライエッジ。ゾンビいない他に。撃ちたいんだけど。痛い痛い痛い。1500。ヘッドショットだと1500食らう。い,い,いや、やばいやばいやばい。はい、えー。スペシャルスキルはですね、マグナム並みの威力を持ってるサムライエッジをね、えー、っと、7発撃てるといった能力でした。じゃ,じゃ最後はね、強襲部隊見ていきたいと思います。えー、っと、どういったね、 感じで反撃するんででしょうかねで見てくださいトレーニングモードでねスキル無制限にしてきてるから本編と同じ <laughs> ステップが踏めますいやーいやどうしたジルさんねうんそんな陽気になってあいた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 はいゾンビさん噛んであ行けた行けた は、これがね、教習部隊ですね。ナイフ取り出して緊急回避ですよ。RE2 と一緒だね。うん。緊急回避方法が。これありがたいね。あの、乱戦になってて、味方助けようと思った時、噛まれて、ね、その人援護できなくなったりするから、これで反撃して、ゾンビをどけて味方を援護するっていうことができますね。 いたはい。以上がですね、えー、っと、初期で使用できるスキルの紹介になりました。これ以降に関してはね、ジルのレベルを上げないとね、紹介ができないので、ね、えー、っと、ジルのレベルが上がった時にね、えー、動画化していければいいかなと思います。はい。で、予定ではですね、あの、実際にジルを使ってみたって動画と組み合わせて終わる予定だったんですけど、すいません、あの、ジルの競争率が激しくてね、 取れませんでした、ジルが。うーなので、ね、実戦で戦ってみた動画に関しては、あの、ど,どっか次回らへんで <laughs> 出せればいいかなと思います。はい、本日はですね、新サバイバージルが追加されたよっていうお話と、ね、初期スキルについてのね、え実際どんな感じで使えるのかっていう紹介になりましたえ。ご視聴ありがとうございました。こんな感じでね、えっと、新しい情報とか、ね、 ちょっと遊んでみたとかいう動画ね今後も出していくので良ければねまた遊びに来てくださいそれでチャンネル登録高評価コメントしていただけると動画制作のねよく向上に繋がるのでそこら辺お手伝いしていただければすごく嬉しいですはいそれでは鹿児島から島津がお送りしました失礼させていただきますバイバイチャンネル登録コメント高評価していただけると励みになりますご視聴ありがとうございました